VS アクア上がってきてください。その後はまたライブショーケースになります。準備の方お願いいたします。ではジャンケンお願いします。ごめんなさい、じゃあ行列ジャンケン、ここでじゃあ参ります。先攻が MC リュウ、後攻がアクア、yeah. DJ は表演、レディーファイト。 Yeah、 よいしょ。またスタート、かっこいいやつ知ってる、だからこそ俺はディスれねえ。いや、だけどお互いライブ好き、だからいつも以上に質より量で記憶にも残るフリースタイル届けよう。いや、俺たちはそういう、ここで落としましたみたいなもんはいらねえんだよマジでさ。いや、互いの価値観、いや、だからこそ流した涙、だけどお前魂の悪はかっけんって知ってるよ。よ、記憶にも残す一歩一歩、これでリード間違いない、異常気象を起こすようなバランス、そして仲間が上がってる、間違いない、仲間が合ってたから俺も上がる危険性、ファミリーにもお前らにも背中を見せるぜ。先輩のノベルや後輩のスター、グレム、部下で全員愛してるから、俺はこのマイクで愛を伝えるためにさあヒップホップやってるぞ。確かにね、誰かのため、それは自分のためにつながる、そして糧になる、間違いない。パッと見の表面よりもかっこいい表現、おい MRJ 世界一楽しもうぜ。ねえ俺たち、間違いねえ、そう、パッと見じゃないところ、これは染みついた言語だけど、これは1分間のセッションでディベート、ゲーだけど、そうさ、ここは入り組んだ迷路だよ。そう、入り組んだ迷路、そして染みついた言語、そしてマイナスをプラスに変換するリサルウェポン、それが分かってる、誰がイケてるかを見極めろ。でも MC リュウ君、ちょっと身をわきまえろ。いや、俺はそう、自分のためと思ってヒップホップやってきたけど、ちょっと考え方変えてファミリーのためにやってみようと思った、それが全部俺のためになったで、ここに変わったんだ。リュウです。それでは来ます。先攻 MC リュウ、後攻アクア。この大会の次にもう一度お願いします。ここからまたライブショーケース2組、一気に紹介して一気に2組見てみましょう。まずは94